歴史家の濱田光一郎です。大河ドラマ鎌倉殿の13人、今夜はその第2回目佐殿の腹を解読したいと思います。先週のドラマ内容の補足解説もありますので、ぜひ最後までご覧ください。まず佐殿、これは誰かというと、先週のドラマでも少し説明がありましたように、源頼朝のことです。頼朝は伊豆の国に流罪になる前に右兵衛の権之助という官位についていました。それを略しまくって佐殿と呼ばれていたんです。右兵衛というのは役所の名前です。皇居の警備や天皇がお出かけになる際のお供が仕事でした。そして佐というのは階級で、今風に言うと次官になります。当時の階級は主に4つに分かれていました。上、佐、上、左官です。ちなみに右兵衛の権之助の権というのは仮とか服という意味合いがあります。つまり右兵衛の権之助というのは右兵衛府に配属された次官の見習いといった感じでしょうか。頼朝がついていた右兵衛の権之助というのは朝廷の位でいうと従五位の下に相当します。天皇のお住まいに上ることができるのは五位以上のものですから、頼朝もまさに貴族の入り口に立っていました。とはいえ頼朝は1159年の平治の乱で敗れて、この職を解任されていますので、ドラマで放送している頃の頼朝は無位無冠です。しかし、関東の田舎武士からすると、かつて五位に相当する役職についていた頼朝はすごいなと、いいなと、羨望の的であったはずです。だから佐殿と尊敬の思いを込めて呼ばれていたんです。さて、頼朝は1159年の平治の乱に敗れて逃げる途中に平家方に捕まってしまいます。保元の乱においては頼朝のおじさんたちが年少のものであっても首を切られていますので、本当なら死罪となってもおかしくはなかったんですが、平清盛に命を助けられたんです。それはなぜかというと、清盛のママ母の池の善女という女性が、まだ若い頼朝が首を切られてしまうのは忍びないと除名嘆願したからだと言われています。また池の善女の子、平家盛は幼い頃に亡くなったんですけども、その家盛と頼朝が似ていたから池の善女は命乞いをしたという説もあります。1160年、頼朝は伊豆に入るとなるんですけども、その頼朝を陰ながら支援したのが乳母の比企尼でした。乳母というのは子供の義母に代わって母乳を与える女性のことです。母乳の出の悪さは乳幼児の生命にも関係します。だから貴族や武家では母親に代わって母乳を与える乳母を召し使っていたんでした。そうしたこともあって、乳母と乳母によって育てられた子供との間には深い絆が生まれたんですね。今日のドラマでもそのことがよくわかる場面が描かれていました。当時女性も大きな力を持っていたんです。今回登場した武士の比企能員は比企尼の甥になります。ちなみに頼朝の乳母は比企尼だけではありません。山内尼、寒川の尼、計4人がいたとされます。今回登場してきた山内須藤常俊という武士は山内尼の子供ですね。さあ、ドラマの第2回目にも新たな曲者が登場してきました。相模の国、今の神奈川県の大豪族、大場景親です。この大場景親の先祖は鎌倉権五郎景政といって、源氏に
忠義を尽くした武将でした。合戦の時に左目を矢で射られてもひるまずに敵を倒したという猛将として知られています。余談になりますが、鎌倉市に木から餅屋という和菓子屋さんがあるんですが、そこにゴンゴロウ木から餅というお菓子、お餅を売っているんです。このお菓子の名前の由来は鎌倉ゴンゴロウ影正にあるんですね。ゴンゴロウ木から餅、去年鎌倉に行った時に食べたんですが、あんこがたっぷり入ってとても美味しかったです。僕は、伊勢名物の赤福が、大好物でして、12個くらい一人でペロッといっぺんに食べてしまうこともあったんですが、赤福が好きな人にとってはこのゴンゴロウ木から餅も絶対ハマると思います。ぜひ鎌倉に行った時は、食べてみてください。話が少し、それましたが、大場景親の先祖だけではなく、景親自身も1156年の保元の乱では頼朝のお父さん源の義朝に味方をしています。つまり景親はもともとは源氏に縁が深い武将だったんです。ところが1159年の平治の乱によって源の義朝は敗北、景親は平家への接近に成功して、以降は平家方として関東で力を持ってくるんです。そして源頼朝の前に大きな壁となって立ちはだかって、頼朝を死の間際まで追い詰めていくことになるんですけども、それはまた別の話。この辺りがドラマでどういうふうに描かれるか、とても楽しみです。そして今回も平清盛がちょこっと登場してきましたね。清盛は1169年に摂津の国の福原、今の兵庫県神戸市の兵庫区に京都から移り住みます。京都での政治向きのことは生き物のものに任せて、特別なことがない限りは福原にいたんです。清盛が福原に移った理由としては、すぐそばに古代からの重要な港、大和田の泊まりがあるので、そこを中国との貿易の拠点にしようとしたと考えられています。後に清盛はこの福原に都を移す、いわゆる福原遷都を強行するんですけど、それはドラマではもう少し先の話でしょう。さあ、ということで、今夜のおまけ、先週のドラマの中で頼朝と北条政子が蹴鞠をしている場面があったと思います。その中で蹴鞠、蹴鞠という言葉が頻繁に出てきました。政子殿と蹴鞠をしていると頼朝が言っていましたけども、これ一体何だと、蹴鞠って何だと思った人も多かったはずです。これ蹴鞠というのは実は蹴鞠というね、この漢字の音読みなんですね。蹴るというのは訓読みですけども、音読みは蹴となります。そして、この漢字、この漢字の訓読みはマリですけども、音読みは聞くというですから、両方を音読みして蹴聞くというわけです。蹴鞠は中国から伝わって平安時代に流行した、今で言えばサッカーみたいな遊びですね。当初は貴族の間に流行した遊びでしたが、次第次第に武士や庶民にまで広まっていきます。さあ、今日は鎌倉殿の13人第2回目佐殿の腹を解読してきました。このように史実に基づいて、大河ドラマを解読していきますので、ぜひ今後ともご覧ください。番組を見るときの参考になれば嬉しいです。ではでは、浜田光一郎でした。